はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今回はワンジナのイベントが始まったということで、概要いろいろとちゃんと見ていこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ということで早速見ていくんですが、今回からね、なんかここら辺のボタンポチッと押すと飛べるようになったということで、 UI 面がなぜか強化されています。これまあありがたいですね、感謝って感じです。はい、ということでプロローグ見ていきましょう。今回のイベントに関してなんですが、イベント概要、9月20日よりなんか得意点を逃げ回る聖杯を追いかけて得意点の謎を突き詰めようっていうイベントが始まりました。はい、イベント開催期間は3週間ということで、9月20日から10月11日までの3週間キャンペーンやるよという、イベントやるよという感じになっております。でイベント参加条件は風紀をクリアしたマスターのみが参加可能となっているんで、ほとんどの方が参加できるかなと思います。ただ注意点として、アドベンチャーパートに2部6章および、霊長ツングースカの、ツングースカまでの内容を一部含みますと書いているんで、まあそこだけちょっとネタバレ要素になるんで注意してくださいっていう感じかな。はい、で、ワンジナの開幕記念ログインボーナスということで、21日イベントが始まってる間、金リンゴ3個と白銀の果実18個配布されますということで、このリンゴありがたーくもらっておきましょう。はい、まあリンゴに関してはね、配布されればされるほど美味しいっていう話になるんで、うん、まあ普通にもらってやったーって言っておけば OK かなと思います。はい、で次、CM がありますよと書いてるんで、 CM 見たい方は CM 見てください。で次、遊び方スケジュールについて見ていきましょう。まあ、今回のイベント多分交換式となっているんで、いつも通りイベントを進めていけば OK って思ってもらえればいいかなと思います。でメインクエストは新しいストーリー毎日解放ということで、9月20日本日から6日間にかけて、イベントが進んでいくという感じになっています。で最終日は9月26日ということで、9月26日が終わって以降90プラプラ等が出てくるんで、まあそれまで、まあ、ゆったりまったり進めていくみたいな感じでいいんじゃないかなと思います。はい、まあ1日ごとに第1節第2節ゆっくり解放されていくんで、まあまったりやれば OK って感じかな。で次、高難易度チャレンジクエストについてということで、終局得意点クリアしたマスターのみを対象とした高難易度ありますよって感じです。まあ、これは9月26日18時から解放されるんで、まあエピローグが始まったタイミングで高難易度が出るんだって思ってもらえればいいかなと思います。でその次、お得な攻略方法その1ということで、イベントボーナスです。今回一部のサーバントが攻撃力アップ、絆ポイント獲得量アップのボーナスが得れますということで、ワンジナ、ヤギュウさん、アルテラザサンタ、クリームヒルト、エリセ、グレゴリーラスプーチン、大祭星君、ボイジャー、マシュ、この2、4、6、8、9期のサーバントが、今回ボーナス入っているので、まあ絆上げしたいなとか思うんだったら、この子たち使ってあげると一番いいんじゃないかなと思います。で次、お得な攻略方法その2ということで、特攻の概念霊装プラス交換霊装がいろいろありますよという感じです。これは下に行けば多分わかるんですが、まあ星の歩き方、今回の期間限定イベント概念霊装ですね、これに関しては攻撃力アップ、そして下側のガチャさん概念霊装に関してはドロップ数の獲得が上がるということで、まあガチャ引いた方はこれを使って周回していく、で火力が足りないなって思うんだったら星の歩き方をつけて周回していくみたいな感じでいいかなと思います。で次、イベントアイテムの交換ということで、ダッコアラですね、これに関しては、あ、ワンジナの簡易霊衣があるんで、それとイベント概念霊装、かけら激鱗、妖覚斬死、伝承結晶、その他もろもろ、カンガルーブーメランに関しては概念霊装と悠久の実、炉心宝玉、蹄、伝承結晶、ハモノハシクッキーに関しては概念霊装とホムベビ種、英雄の証、はい、伝承結晶等がいろいろ入手できるんで、まあとりあえずここら辺全部交換しておくというのでいいんじゃないかなと思います。でイベント限定概念霊装星の歩き方なんですが、これめっちゃ強いです。自身に呪い特攻状態 25% 付与プラス NP50% チャージした状態でバトル開始するということで、呪いをうまいこと使っていきたいキャラクターからすると、この概念霊装はめちゃくちゃ強いかなと思います。でかつ攻撃ぶりの概念霊装です。1枚は必ず凸持っておきたいっていうのがあったりするんで、まあみんなは基本この星の歩き方1枚凸を目指して頑張って周回していくというのでいいんじゃないかなと思います。
で、呪い特攻に関しては実質誰でも特攻です。呪いのコマンドコードがあるんで、それをつけてしまえばもう普通に特攻でずっと殴れる、ヒャッハー、宝具にも特攻が乗るぜみたいな話になるんで、やっぱこの概念レースを個人的に破格だと思うんで、必ず入手しておきましょう。あとは90プラプラ等で多分この特攻レースを使うと思うんで、いっぱい嫁れたら周回が楽になってラッキーっていう感じで見ておけばいいんじゃないかなと思います。で、次、特設ページにてスマホの壁紙プレゼント、ワンジナのやつあります。はい、欲しい方はもらっておきましょう。ということで、次、ワンジナワールドツアーピックアップ紹介について見ていきましょう。今回に関してなんですが、ワンジナ、ボイジャー君、そして野牛さんとクリームヒルト、この4機のサーバントがピックアップされるという感じになっております。で、今回ね、希少価値めちゃくちゃ高いんですよ。期間限定ストゲンということで、工場のサーバントのピックアップはありません。はい、ないはずなんですけど、まあストーリー召喚の、ストゲンのキャラクターが今回ピックアップされているということで、希少価値的に狙いに行きたいなと思う方に関しては狙いに行くみたいな感じでいいんじゃないかなと思います。で、スケジュールに関してなんですが、9月20日本日からはワンジナとクリームヒルトのピックアップ、その次2日後ですねに関してはボイジャー君と野牛さんのピックアップが続いていくという感じになっているので、まあ、これがイベント終わりまでずっとあります。はい、メンテナンスが多分10月11日にあると思うんですが、ここまでピックアップされているので、まあ基本はまあ引きたかったら引くみたいな感じでいいんじゃないかなと思います。で、この解説ですね、まあ、引いた方がいいのかっていう解説に関しては後々また、動画投稿していこうと思ってるんで、気になる方はそちら見てもらえればいいかなと思います。で、今回宝具強化とかはいろいろ入っていないので、はい、まあ宝具強化が入ったらまたこの評価が変わるみたいな感じで思ってもらえればいいかなと思います。で、概念霊装に関しては今回ね、強い概念霊装は特にないということで、まあ無理して狙う必要はありません。好きだったら狙いに行くみたいな感じでいいんじゃないかなと思います。はい、ということでね、今回ワンジナワールドツアーについていろいろ見てきたんですが、こんな感じとなっております。あとちょっとここだけも見ておきましょう。 iOS17 のアップデートですね。まあこれに関してね、9月19日に、動作確認が完了したんで正常に動作しますとか iOS で言ってはいるんですが、まあ、ワンチャン不具合等が今後生まれる可能性が一応ね iOS のアップデートであったりとかするので、そこだけ注意必要かなと思います。 iOS17 にアップデートせずに、そのまま FGO をすることはできたりもするので、もしくはできたりすると思うんで、まあ、ここに関してはうまいことやっていくみたいな感じでいいんじゃないかなと思います。はい、 iOS のアップデートに関しては気をつけようという感じでした。以上ということでね、今回ワンジナについてのイベントのお話ししてきたんですが、こんな感じとなっております。まあいつも通り3週間のイベントとなっているんで、まあまったりストーリー進めていくというのでいいんじゃないかなと思います。で、あとは90プラプラがね、今回どういう素材が落ちるかわからないんですが、美味しい素材が落ちてくれるならば、まあがっつりまた周回したいなと思ってるんで、美味しい素材が落ちるということを祈りたいです。祈りましょう。以上ということで、今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価してもらえたら嬉しいです。それじゃあバイバイ。